はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第242回でございます。今回は見やすい動画、見にくい動画というテーマで喋っていきます。で、最後に、6月1日の生放送っていう、まあ、ちょっと告知、これで決定じゃないんですけど、まあ、その辺も詳しく話しつつ、で、あと、群馬のみんなっていうのも、ちょっとした告知なんですが、それを話しますんで、よかったらね、最後までお付き合いください。では、本編、話していこうかと思うんですけど、普段から、勉強動画だけじゃなくって、まあ、自分が顔を出して話すプチ相談とかね、まあ、そういった、今週ちょっと本読んでみたみたいなのも投稿しましたけど、その辺も見てくださってる方は、もしかしたら今週上げた動画を見て、もうちょっといつもと違うなって思った方がいるかもしれないです。今週投稿したものはですね、ほとんど編集を入れておりません。テロップもつけてないですし、BGM もつけてなくって、で、途中に編集をほとんど入れてないんです。カットをしてないっていう状態で投稿しました。で、これに関してちょっといろいろ思ってることを話したいなと思っていて、まず勉強動画ですね、授業動画に関しては、まあ、編集を入れないっていうのがこだわりですね。まあこれは以前も話したことがあるので割愛しますけど、ちょっとそこはね固くななんで今のところは、まあ、これからね時代が変わってって、もしかしたら編集を入れた授業動画を撮ることになる日が来るかもしれないですけど、今のところはやっぱり譲りたくないところ、教育っていうものを考えた時にね、そう思っているので、まあ、授業動画はこれからも編集は入れないと思います、今のところは。で、それ以外ですよね、顔を出して話す、まあ、プチ相談だったりとか、顔を出していろいろ話してみたみたいな、まあ、再生リストの名前を使うとね、まあ、そんな動画に関してなんですけど、最初の頃は今みたいな感じで編集をしてませんでした。テロップはね若干入れてたんですけど、編集を特に入れずに。で、そこにね、こだわりが実はあったんですよ。で、それをこだわりをちょっと折れてしまって途中で変えてしまったんですけど、で、そのこだわりはね、まず一個は、自分のトーク力というか、その話す力を鍛えたいなと思ったんです、ちゃんと。編集入れれるから大丈夫でしょうって思って話すのと、編集できないんだぞって思って話す緊張感で全然違うんですよ。何か物事を伝えたい動画を撮るとき。これはエンタメ系とかとまた違うとは思うんですけど、それはね、やっぱりいっぱい編集して面白いものにしなきゃいけないからさ、編集入れるべきだとは思うんですけどね。何かを伝えたいときっていうのは、あんまり、特に謝罪動画とか、俺と謝罪動画撮ったことないけど、謝罪動画でやったら編集入れるのとかも絶対違うなと思っちゃうんですけどね。まあ、それはちょっと置いといて。で、まあ、自分講演会とかもまあちょっとやらせてもらったりとか、これからもね、講演会とかやりたいなって思いがあるので、だから余計にその編集できないじゃん、講演会なんて。そういった時のためにも、ちゃんと自分の中で頭でこう考えて構成を練って喋って、でそれを表現する、できるように、そのまあ練習の場って言ったら悪いけどね、聞いてるみんなに申し訳ないけど、そうできるようにしなきゃなって思って、まず編集を入れないようにしようって思ったのが一個。で、もう一個は、例えば、このダラダラジオもそうですけど、ダラダラジオは編集が入らないんでね、こう、カットはしないんですけど、喋るじゃないですか。で、ちょっとまあ間ができちゃったりとか、まあ俺とかさ、聞いてるとわかると思うんだけど、同じこと2回言っちゃったりとか、そういう時もあるわけよ。でも、そういったものも、含めて血の通ったもの、人が喋ってるものだからさ、編集入れればさ、聞きやすいものにできるわけ。すごく。見やすいものができるんだよ。で、もちろんそういう血の通ったもので伝えたいなと思ってずっと撮ってたんですけど、でも、やっぱり今の動画っていうのは見やすいものが、みんなもさ、編集ががっつり入ったものにも見慣れてるでしょ。で、それが普通なんだよね。もちろんテレビも編集入ってるし、ね、みんなが見てる YouTube も入ってる。だから、そういったところは、まあ、時代に合わせなきゃいけないのかなって。で、見やすいものの方が伝わるんじゃないかなって思ったの。だから、自分がその2回喋っちゃったとことか、変に間ができちゃったところとかをこうカットして、で、投稿していったのね。まあ、BGM つけるものはつけたりとか。で、BGM に関しては、基本的にはいいかなと思ってる。入れてもいいと。で、それは、なんだろう。やっぱ音楽かかることによって、こう雰囲気が出たりとか、感情的なところ、感情の面も伝えやすくなるものって、それ相乗効果であると思うんで、それはね、多分今後も入れるかなと思うんですけど、そのカットの部分だね。そう。カットの部分は、まあそう作ったんですよ。で、まあ自分も、自分が作ったものを見て、あ、聞きやすいなって思うんですけど、聞きやすいものの方が、心に残んない気がしてきたの、最近。聞きやすいから聞き流れちゃうというか、聞き流しちゃう感じ。すんなり、聞けるんだけど、残らないみたいな。
っていうのを感じて、で、自分は結構こう、喋るときに感情的に結構感情を乗っけて喋っちゃうのね。ただ声張ったりとかさ、なんとかなんだよ、絶対頑張ろうぜみたいなこと喋っちゃうから。でも、そういったことを伝えたいんだったら、だからこそカットはしない方がいいんじゃないかなと思って、で、今週、まあ、お試しじゃないんだけど、戻してみました。そう。で、まあ、ものによると思うの。テーマによると思うしね、全部が全部これにしなきゃとは思ってないし。だから、これからも編集する動画も入れたりとか、編集しない動画も入ったりとか、ごちゃごちゃする可能性もあるんですけど、見やすいものが全てじゃないし、見にくいものになったとしても、最終的にはみんなの心に何かが残ることの方が大事だと思うんだよ。俺は楽しい動画を撮ってるわけじゃないからさ、楽しいんだったらさ、見て楽しかったでいいと思うんだよ。笑えた、楽しかったです、コメントみたいな。高評価とかでいいと思うんだよ。エンタメ系の方だったら。でもそうじゃないから、自分のチャンネルは。そう。だからやっぱり、そのね、YouTube なんてエンタメ系の方の方が圧倒的に多いわけで、そういう方たちと同じ発想で言っちゃダメなんだよなって。自分は教育っていうさ、よくね、コメント欄とかたまに言われるけど、その、なんだ、NHK とかさ、E テレみたいな、そう、ポジションだから、YouTube の中では。だから、やっぱり普通の民放じゃないけどね、日テレさんの面白い番組とか、そういったことと比べるべきではないと思って。で、まあ、まだまだね、迷いながら、いろいろ考えながらにはなっちゃうんですけど、それで今週ね、ああいう形で動画を撮らせてもらいました。まあね、受け取りに関してはみんなそれぞれあると思います。いろいろね、あると思うんですけど、っていう感じです。はい。で、先に、あれか、告知の方、先どうしようかな。先ちょっとね、一個書き忘れちゃったテーマがあって、ちょっとそれ喋っていいですか。で、これね、悩んでる段階なんで決まってないんですけど、あのね、自分、10分以上の動画になったとしても、あれ、YouTube の仕様で、10分超えた動画って途中にコメント、あと広告入れられるんですよ。自分の指定したところに。自動でも入れられるんですけど。だから、YouTuber さんいろんな方見るとさ、10分超えてると途中に広告入る方って多いんですよね。で、自分はそれを今してないんですよ。頭とお尻、終わった後には広告入れさせてもらうんですけど、入るものにはね。でも入れないようにしていて、で、それを入れるかもしんないです、今後。はい。で、これはまだ迷ってる。で、理由も話します。勉強動画、授業動画に関しては絶対入れないです、今のところ。また今のところって言っちゃったけどね。そう。で、ただ、そのトーク動画、ダラダラジオとかもそうですけど、その顔出しなんか喋ってみた動画とかには入れることがあるかもしれないです。今のところはまだ入れないつもりでいるんですけど。で、理由ですね。長くなりました。理由に関しては、あるね、試みをちょっとやりたいと思っています。ざっくり言ってしまうと、無料でかな、わかんないけど、これ夢なのね。俺の一個の夢で今、目標とか夢か。あのね、自習室っていうのをね、学生が自由に使える自習室っていうのを、塾じゃなくて、ほんと自習室っていうのを運営できないかなっていうのをすごく思っていて、そうなんです。それをちょっとやりたいんです。今やりたいことの一個なんですけど、で、もちろん自習室を、まあ無料とは言わずに、例えば1ヶ月100円とか200円とかでもいいと思うんだけど、そう。まあそれ出せるじゃん。100円200円だったら別にさ、その親御さんも絶対文句言わないし、で、そういうのができたらなと思ってて、その運営をするにはお金がかかると。で、そのお金を、例えば、一番最終的にはさ、例えば、企業さんとかにね、なんか出してもらえるようになったらいいなと思うの。その、なんだろう、自分のこの試みというか、それに賛同していただいて、お金を出してもらえたりしたらいいなとは思うんだけど、でも、まあ、今はそんなできないんで、まあ、YouTube の自分のね、周囲から捻出してできたらなとちょっと思ってます。で、もちろん、今ちょっとこう調べたりすると、箱っていうか場所ね、その場所を借りるだけでもお金がもう相当かかるんで、なかなかまだ現実的には無理なんだけど、そういうのができたらいいなっていうのをちょっと思ってるんですよ。そう。で、その自習室、まあ、自由に勉強できる場所だよね。っていうのがなんか作れたらいいなって思うんですよね。まあ、街中とかにさ、普通に勉強できる場所あったらよくない？まあ、普通に、なんだろう、マック行ったりとかさ、カフェ行ったりとか、勉強したりとかさ、まあ、図書館行ったりとかすると思うんだけど、まあ、そんな感覚でさ、普通にそういう場所があったら、で、結構、その、ちゃんとした場所っていうか、別にサポートする、勉強教えてくれる人は別にいないんだけど、ただ、本当に静かに勉強できるよ、みたいな。そう。っていう場所があったらいいな、っていうのをちょっと思っていて、全国的に。で、それがもし全国展開できて、こう、本当に、日本のさ、まあ、なんだろう、僻地というかちょっと田舎の方とかにも普通にあったりしたらいいよなっていうのを思ってるんですよね。自分の中では勉強をやりたくないなって思ってる子が勉強頑張れるようにしたいなとは思う。それも思ってるけど、でも一番は
勉強頑張りたいなって思ってる。その頑張りたいっていう気持ちがあるのに、環境とか、例えばお金とかもそうなんだけど、そういったことで勉強する機会がなかなか恵まれない子っていうのはたくさんいるわけよ。ただ塾講師というかすごい見てるから、で、そういった子に、の背中を押したいっていう気持ちがあって、やっぱ強いのね。だから、YouTube やってる、まあ、理由の一個としては、その、お金の関係で塾行けない子もいるわけよ。月謝高いからさ。でも、勉強頑張りたいと。じゃあ、でも、勉強頑張りたいけどさ、自分で勉強するには限界があるじゃん、どうしても。参考書見ても分かんないものもあるし。そういった時に、YouTube だったら無料で見れるし、登録必要ないし、お金かからないし、その時にだから見てさ、自分で勉強できるって、勉強頑張りたいっていう子供たちを応援できるなと思って YouTube やってるっていうのもあるので、で、そういった意味でも、その自習室を無料というか、まあ、低価格でできたりしたら、いいよなって、子供のためになるんじゃないかなっていうのを思ってるのね。まあ、それも本当にまだ妄想の段階なんで、実現的にはないんだけど、だからその時にまあ、今の YouTube の自分の、YouTube でもらってるお金ですね。まあ、登録者もうちょっと40万いきますけど、他の40万の方に比べたら再生数がやっぱ全然多くないですし、こう、ちょっとね、YouTube の仕様的なとこであんま収益が多くないんですよ。多分他の40万人クラスの方より3分の1とかくらいしかやっぱもらえてないと思うので、自分。うん、多分ね。まあ、再生回数的にもね。そう、だから、そう、なかなかまだそんなにちょっとね、稼げない、そっちに回せるぐらいのお金がないんでね。なかなか難しいんですけど。まあ、もしかしたらそういうことになるかもしんないっていうのは先に喋っとく。うん、まだ今すぐではないんで、全然ね、今すぐやろうとは思ってないんですけど。っていう感じです。はい。ちょっと長くなっちゃったんで、最後いきますね。で、6月1日が、自分が、2012年の6月1日が記念日なんです。自分の YouTube 初投稿。だから、あとちょっとでですね、丸6年、7年目に入ります。で、せっかくなので、まあ、いろいろやりたいなと思ってるんですけど、金曜日の夜に、ちょっと久しぶりに生放送やろうかなと思います。YouTube ライブでね。で、ただ、その日は仕事があって、普通の、本業の方が。で、帰ってくるのがね、夜の10時過ぎなんだよ。だから、ちょっと遅くなる。やるとしても。10時半とか11時になっちゃうと思うんですけど、まあ、いつも通りね、みんなからもらったコメントをまったり読むだけです。何かを伝えたいとかじゃなくて、多分コメント読むだけになると思うんですけど、本当ただ、まあ、ね、6年間本当にありがとうございますって。みんなに支えられてきたこの6年間だったから、そう、そのお礼も言えたらなと思うので、まあ、もしよかったら、ただ、仕事が遅くなったりした場合、あまりにも遅かったらやんないと思うんで、もし中止になったりした場合は Twitter でまた言いますけど、まあその辺をちょっとね、もしよかったら遊びに来てください。で、最後、群馬のみんなっていうのが、今日これ、投稿してる前日の土曜日の夜に今撮影してるんですけど、今日ですね、新聞社の方にちょっと取材をさせていただいて、初めて新聞の取材を受けたんですけど、それが6月の末、一応ね、25くらいかな、に、出ます。インタビュー記事が新聞に載る予定なんですけど、群馬限定なんです。そう。俺、群馬なんですけど。そう。なんか、群馬の、で、活躍してる人みたいなコーナーがあるらしいんですね。で、それに乗っけてもらうらしいんですけど。なので、群馬の方、また、それもツイッターとか動画でまた言うと思うんですが、よかったらチェックしてみてください。あのね、群馬県のユーザーの子ね、少ないんだよ。少ないのかな？わかんないんだけど、なんかイベントとかやった時にね、群馬の応募ね、全然ないんだわ。そう、群馬県の方にちょっと認知されたいっていう願望もあってね、もう喋りました。ぜひぜひ、チェックで、ね、してみてください。はい、という感じで、ちょっと長くなっちゃったね。申し訳ないんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、一応右下にね、ツイッターのマーク書いてるんですけど、そのアットマーク、ハイチ、アンダーバー、下の棒ですね、に、とあるっていう ID でやっております。で、ちょっと偽アカウントがちょこちょこ出てきたりとか、ねえねえ、厄介な、なんかめんどくさい偽アカウント、なんか暴言吐く偽アカウントみたいなのあるらしいんでね、写真とか全部同じの使ってるんで、ちょっと騙されないようにというか、間違わないでいただきたいなと。その ID ね、見ていただければわかりますので、まあそれでやっております。ひらがなのハイチで検索すれば出てくると思いますので、よかったらチェックしてみてください。では、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また今週もね、ちょっと今週バタバタなんで投稿少し落ち着くかもしれないんですけど、またいろいろ撮りますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。